ちょっと前の話になっちゃいますけど、7月15日土曜日に、イベントに行ってきました。声優の七海心さんが、プラモデルを作るっていう公開生放送があって、プラモ教習所ハートルームっていうんですけど、その公開生放送を現地で見てきました。そう。その感想をね、ブログに書いちゃったから、もう、特にブログに書いちゃうと思う。要は、感想を言いたいことってそこで書いちゃうので、そういえば喋ってなかったなと思って、ちょっと喋ろうかなと思ってるんですけど、今回は、バンダイから出てる、30 Minutes Missions っていう、まあ、割とエントリー向けなのかな、の、プラモデルのシリーズがあって、まあそれは、いわゆるアニメーションとかのモデルではなくて、そのオリジナルの設定で、まあいろんな、ロボットとかが、プラモデルとして出てるんですけど、その中にある、シエルノバっていうプラモデルが、2色別のもの。だその、カラーリングが白メインのものと、ブラック、黒メインのものがあって、で、その二つが、要は色は違うんだけど、形としては全く同じなんで、そのパーツを、だから場所によってミックスしながら作るっていうね、まあ二個一で作るっていう企画を今回はやりました。で、これがその、まあ、プラモ教習所って、まあいわゆる教官と言われるスタッフの方がいて、まあ教官が、まあこれはロマンだって話をされたみたいなんだけど、確かにね、その色違いのプラモデルを組み合わせて作るっていうの、その2つ、要は同じモデルだけど色違いのものを組み合わせて作るっていうのは、確かにロマンだと思うなと思いますね。私の世代だと、漫画でプラモ教師郎っていうのがあったんですけど、そのプラモ教師郎って、まあ、いわゆるプラモデルを作って、そのプラモの、なんだろう、そのプラモデルをそのなんか 3D でスキャンして、で、その仮想空間の中にプラモデルを入れて、で、それを操作して戦うっていう、もう今思うと本当に拡張現実とかバーチャルリアリティとかを先取りしてるような、漫画だったなとは思うんですけど、まあ一方でちゃんとその、監修があるのかな、プラモの監修が入ってたりして、多分、バンダイとか、タミヤは入ってたかわかんないけど、まあ、いわゆるプラモデルのメーカーさんも多分監修が入ってて、割とちゃんと、登場するプラモは描かれてた漫画なんですけど、その中にね、結構ね、改造するっていうような、プラモデラーってプラモデルを作る人ね、モデラーがいたりもしたんですよ。結構有名なのは、飛行機、飛行機っていうのも、いわゆる、まあ、いわゆる軍事用の飛行機に、ロボットの手とか足をつけて、なんだっけ、マクロスのバルキリーみたいなものを、自分自身のイマジネーションで作ったみたいなね、確かそういうのがあったりしたんですよね。だから、やっぱりそういうなんか組み合わせて合体させるって割と確かに面白いなっていうか、好きだなっていうのもあって、私も個人的に結構ロボットアニメとかで、好きな、展開って、もちろん正規の機体としてメンテナンスされてる、作りってあるじゃないですか。要は設計がもともとちゃんとあって、設計があって、手足があって、っていうような、オフィシャルのね、組み合わせみたいなものがあるんだけど、一方で、例えば、そのパーツとか破損しましたって言った時に、正規の、交換用部品がない状況で、全く違うパーツをつけるみたいなのって結構好きなんですよね。要はバランスとしては悪いというか、本来プロダクトとして設計されているものではないんだけど、そこをだから、なんか無理にでも、それでも、あるもの、そこにある部品を組み合わせて、なんとか動く状態にして、それで戦うみたいな展開って割と好きで、それっていいなっていうのを、なんか、今回見て思い出しましたね。で、
割と意外だったのは、その、ななみさんが、まあ、プラモデルはまあね、去年、今年の初めぐらいからか、作り始めたときに、なんか、それって共感してもらえるのかしらっていうのは、と思ってはいたのね。いや、わかんないけど、人によって、人は本当に人の感性によると思うんだけど、その、いわゆる完成図が、プラモデルの完成形があって、それになるべく近づけて作って、で、そこに個性を出すのが、多分面白いっていう人もいるはずなんですけど、割と奈々美さんはそのパーツの色を違うのを組み合わせて、試行錯誤するのは面白いって話だったんで、やっぱりそういうのに共感してくれる人なんだなっていうのは結構、個人的には意外でした。割と多分、なんかその、なんとか スマートなというか、要は、完成図っていうそのバランス、やっぱり完成図の方がバランスは取れてるわけじゃないですか。それはもちろん、プロがデザインして、設計して作るプラモデルの形なわけだから。だから、そういうなんかその、きちっとしたものの方が、まあきちっとしたものももちろん好きだとは思うんだけど、その、なんていうの、いわゆるミックスして作っていくっていうものが面白いって思えるのは、やっぱ役者さんっていうそのクリエイティブな仕事をしてる人だからなのかなっていうことは感じましたね。だからその、だから その辺のデザインってもしかしたら、例えば、ファッションのデザインとか、デザインっていうとあれか、デザインっていうと一から作る形になるけど、例えばファッションでどういう着こなしをするかとか、なんかそういうものにも通じるのかなっていうふうなことは感じましたね。うん、そう。だから、あえてアシンメトリーになったりするわけじゃないですか。その色が左右で違うとかね。うん。で、今回は同じプラモデルだから、まあ、全体的なシルエットのバランスは必ず取れるはずなんだけど、なんかそこもあえて崩してみたりすると面白いのかなってことも感じたし、次回、その完成形を作るってことなんで、で今回はその、いわゆる足の部分を作ってみて、まずそこまで。で、まあそこから先は多分、今度、また上のね、腕とか頭とかのパーツの組み合わせで多分印象がらっと変わるから、次はどういう風になるのかっていうのは楽しみだなと思いながら、次回も、生配信参加したいなと思っています。であとはその、このプラム教習所って、まあそのプラモデル作りの場面の生放送というのは、全編無料で見られるんで、まあ、それは、ね、なかなかね、東京で、会場は東京なんで、なかなか遠くて、おいそれとは来れないって人もいると思うんで、そこはまあ、それを見てもらうのもいいと思うんだけど、まあ、現地に行くと、その、イベントの後に、まあ、会場に来てる、観覧車限定のコーナーもあって、まあ、いわゆるお渡し会みたいなものでね、カードもらってちょっとお話してとかもあるし、あと割とそこのフリートークっていうのとだとちょっとプラモデルを離れた話とかもいろいろ聞けて、まあ、奈々美さん注目してる人は、本当に、ね、距離がね、すごい近いんですよ。そう、結構、アットホームなスペースやってるので、気になる人は、ぜひ一回、来月はちょうど8月は、まあ、お盆休みの時期でもあるし、基本的に土曜日開催なんで、まあ、土日休みで土曜日、来れそう、みたいな人はね、参加してみるといいのかなってことも、思ってます。というところですかね。以上になります。